皆さんこんにちは、けわやしひでこと池畑秀幸です。私はですね、37歳から、メイクアップの方の仕事を始めました。34歳までにですね、ずっと飲食業界でおりまして、そこからですね起業しまして、3年間で、メイクの勉強をして、それから37歳でけわやしひでとしてデビューしてまいりました。父子家庭ということで17年間父子家庭をしながら起業してまいりまして、たくさんの女性の方々と一緒にいろんな時間を共にすることが多かったので、普通の男性と違った部分で男女のコミュニケーションを取る、俯瞰してですね、その価値観のギャップを見るということが、できていると自負しております。そんな中で僕がコミュニケーションメイクという内容をですね作り込んだんですけども、そのコミュニケーションメイクっていうのは何かというと、メイクっていうのは奥が深くって、いろんな歴史がありますけども、特に、ここ最近ではですね、コミュニケーションの欠如というんでしょうか、コミュニケーションをうまく取れない方が非常に多いということで、自分の顔を使ってコミュニケーションをメイクという力を使ってですね、いろんな自分の表現を意識することによって、表現能力が高まることによってですね、積極的に、いろんな方々に会えるとか、話ができるとか、そういうコミュニケーションが積極的になれるということを考えてます。でそれと周りからの見た目も非常にですね大事だと思ってるんですね。メラビアンの法則っていうのがありまして、見た目がですねほとんど、日本人の場合はもう 60% ぐらい見た目で決まると言われてますよね。性格がいいとか、どういう人物やということは、後々付き合っていけば分かるんですけども、見た目でも相手をしてもらえないということも結構多いと思うんですね。そういう部分で、たくさんの方々のお話を聞いてると、どうしてもきつく見られる、きつく見られるのでなんか怖いと言われるとか、自分はそうではないんだけどなんか冷たく見られるとかって、そういう結構悩みも多いですし、逆にですね可愛い顔をしている方からするとなんか頼りなく見られるとか、そういうふうに思われる方が非常に多いみたいです。そこで、できるだけですね自分らしく、こうやって自分に似合うメイクができれば、周りと比較することがなく安心して、メイクができて楽しめるんじゃないかということで、作り出したのが、コミュニケーションメイクです。でその中で、特化して言えるのはノータイプっていうのがありまして、人間関係をスムーズにするためには大体人間の特徴っていうのは3つのタイプに分かれると言われてます。これは行動学的にも脳科学的にもですね、気質というものは生まれ持って大きな特徴を持っているということを言われてます。それが、例えば触覚型の、これ私は低タイプと言ってます。触覚型っていうのは、頭頂葉を優先して使う方ですね。それから視覚型っていって後頭葉を優先して使う方、これは視覚型名タイプと言ってます。それから側頭葉を優先して使う、これ聴覚型って言いまして耳タイプと言ってます。3つのおのおのの特徴で、これ見ているとですね、やっぱりメイクアップの特徴も結構大きく分かれてます。そういう部分で全てこれは決めつけるわけでいきませんけど、なんかいろんなことを検証してまいりますと、大まかそんな感じのイメージがつきやすいということで、低タイプにはうららメイクっていうのを僕は作ってます。それから名タイプにはツヤメイク、それから耳タイプにはリンメイクっていうのを使ってまして、この3つのタイプのメイクをご自身が全部自分で自力でできるとですね、実はいろんな方々のタイプが分かってくる、いろんな考え方とかいろんな人のメイクを見ながら、なんとなしに会話をどうすればいいかということが読み解けるというね、一つの美容というメイクの力を使ってコミュニケーションをスムーズにするっていうのが僕の一つのですね今回の集大成になりまして、これがカリスマワビーと本講座という塾をですね今やっております。今までにない常識を超えたメイクの講座でございます。もちろんね、流行とかいろんなものを追い求めて、できるだけ流行に敏感になって頑張ってる方もいらっしゃるか分かりませんが、ごくごく一般の方の、やっぱり意見を聞いてると、どうしても人と比べてみたり、美容雑誌になかなかたくさんの情報があるのでどうしていいかわからないって、結局情報の中で埋もれてしまってる、いつまでたっても結局一年一年年齢を重ねれば、皮膚も変わってきますし、顔の形もちょっと変わってくるし、まず価値観、心も変わってきますね。そういった時に自分のらしく施せるメイクの技術、それから考え方、メンタルをケアするとか、自分に自問自答しながらメイクをずっと確立していけるもの、これはもう一生ものやと思ってますので、これをですね講座としてやってまいります。